佐世保市にある、全、中流軍労働組合長崎地区本部中流軍、党労働者とは、国に雇用され、現在、中流軍党労働者は、防衛省の各地方防衛局に雇用され、独立行政法人、中流軍党労働者労務管理機構が、労働関係の調整、事務を行っている。防衛省が、雇用手であり、給与も日本国政府から支給されるが、 公務員ではないので、社会保険は防衛省共済組合ではなく、健康保険組合の中流軍要員健康保険組合が干渉する。応募資格であるが、法律上国家公務員でないので、国籍条項はなく、日米両国民以外でも応募課である。全中流軍労働組合が、労働問題、交渉をしている。占領下の沖縄では1961年に、 全沖縄軍労働組合連合が結成され、本土復帰後は、全中老沖縄地区本部になった。中流軍等労働者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全、保障条約第6条に基づく施設及び、区域並びに、日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第12条4項、及び防衛省設置法第4条、 第25号に基づき国に雇用され、駐留軍等及び諸機関のためにロームに服するものと定義されている。間接雇用方式が採用されている。太平洋戦争終戦後、日本に侵入した連合軍の駐留や占領行政の人員配置に伴い、多くの労働者を必要とした。連合国軍最高司令官総司令部は、日本国政府に これらの労働力の提供を命じた。当初はアメリカ軍に対する不安感や英会話が増えてという理由からなかなか集まらなかった。そのため隣組に一種の勤労動員として強制的に割り当てたり、残務整理をしていた急日本軍将兵に携わらせたりした。その後手配師が参入して大々的に募集をかけたこと、また米軍の信用度が高まったことで、 次第に充足されるようになった。初期の雇用形態は、日雇いで手配手を通じて賃金が支払われたが、1946年から、日本国政府が、労働者を雇用して、GHQ に提供するという労働形態が、確立されることになった。それに並行して、常勤職員化も進められた。日本政府に雇用されるという労働形態から、臨時人事委員会から、 国家公務員に認定され、一時は一般職国家公務員として扱われることになった。後に特別職に切り替えられ、1952年からは国家公務員の枠から外された。雇用区分は下記の通りである。ありがとうございます。